はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング主婦編ですね。ここの南の洞窟再び来て、小豚ちゃんを5匹揃えたので、なんか全然分かりづらいところに1匹いました。これで壊せるはず。これがいけ、全く見てて壊せる気がしなかったけど、奥へ、あ、ワープするんだ。ボス左右は何にもないか。こいつなんだ、後ろに捕らえられてるのがいるじゃん。敵のランクがわからん。それなりにいるな。ベギーバロンとバロネス違うんだ。どうしよう、ちょクロスブレイク使っていくか。でサイコブラストで八つ咲きにしよう。一応デタラメ打っておくか。デタラメ打って、で塩分も打っておこう。ですね、143、まあまあだな。2発食らったらバーバル死にそう。あ、ミスってる。熱い抱擁。これは当たんねえ。ウォーターガンとか何気に強いよな。耐えられるかシーフ。2発目、耐えられない。リフレクト、これで取り巻きは倒して、取り巻きは倒せたけど、どうしようかな。応急手当でシーフ蘇らせつつ、水の術でシーフの回復も、あ、バーバラ回復しとこう。で演武剣、効果力の単体技がないからな。いや、演武剣もう一回使っちゃおう。巻きね、やばい、巻きた、巻きたっぽくね、巻きてるな。で応急手当でとりあえず50。いや強いぞこいつ。サイコブラスト2発でも倒せないか。切り返しでいこう。どっちかを倒したいよな。巻き直しが4を使うんだ。あ、せっかくだ、こういうのも有効活用していこう。で癒しの水でシーフを回復する。160、熱い抱擁ってなんだ、魅了とかされんのか。よし、ジャングルとりあえず OK。 いや、サイコブラスト3発目でも死なない。そして切り返しが一発当たらない。こいつ強い、強いぞ。3で1だからちょっと貯めていこう。あ、クロスブレイクいけるか。ゲッ、とうとうサイコブラスターが使えなくなった。ということは生命波動で単体攻撃をしていこう。でバーバラどうする。バーバラ結構溜まってるから、ラッドスパルタンを発動させよう。でもうちょっとアイシャ回復だな。アルベルト回復させて、さすがに大地の剣で LP を使っての演武はちょっと怖いんで、普通にレイピアでゴーマスで、ね、あれ どうなった、ガードした。一発だけ食らって他ガードした。前ジャメ、よし回復して、よし、ハード、いや、こんな強いの。あ、倒したか、1匹倒したか、さっきの演武で。またこのベギーバロンが強えんだな。もう一回クロスいって、生命波動でブラッドスパルタンで、単体しかいないから回復を1回ずつ入れておけばなんとかなりそうなんで、衝突剣、ブラッド衝突、倒した。あのセリフが出ると多分倒せるからね。上がる。おお、揃った。どっか行ってしまった。あれ、帰ってきた。じゃあなんかくれ、
まあなんかくれっていうのはガトに言えばなんかくれるから。よし、じゃあこれで南の洞窟は OK ですね。西の洞窟倒してなかったわ。ガトに会いに行ったら普通の会話しか発生しなかった。あ、見たことある見たことある、あ、見たことはあるけど多少全力でいくか。武器をね結構普通に補強しちゃったんで宿屋で回復できないんですよね。補強剤で回復しないと EP が戻らないっていう、ちょっとそういう欠点ができてしまいました。やっぱ補強でもやっぱりです、ね、最初の方からやんない方がいいね。やっぱりよし、これで取り巻き OK でしょ。ちょっとやっぱりシェフ命中率が低いな、追いついてないかパラメーターが。まあ力はいいよね。これをね耐えられるかって言ったらシェフは多分耐えられる。シェフは飛行率高いからね。よし OKOKOK、 こいつも大して苦労しないな。ちょっとジャミルは死んでしまったけど、奥の宝箱ジャンプか持ってきてねえわ、悲しい。ご苦労だったな。よし、200円はいい。ジュエルだよね、まあ、めちゃくちゃジュエルが足りない。過信防御林はまだか。俺は思った、もはや四天王にも勝てるんではないかと。倒しちまおう。わざわざそのために登ってきたのか、バカ者め。いや、こいつは多分いけると思うんだよね。その全体攻撃とかさ、複数攻撃がないから、回復しながらダメージ与えていけばいずれ倒せると思う。それを証明する。で、ベルニーはまあクロスブレイクかな。サイコブラストだったらちょっと回復です。ムーンライトヒールを使うかもしれないんで、単体の生命波動でちょっと様子を見よう。ブラッドスパルタン行くで、プラズマショット打てないかっていうことは、狙い撃ちでちょっと BP を貯めよう。レイピアがななんか微妙だよね。衝突剣で行くか。これ多分100、200か。まあでも、お、フォークブレード一発で死なないからな。これを回復しながらやっていけば全然いけるんではないか。三中心、ブラッドスロット稼働、進化すげえ、連携ダメージめちゃくちゃ上がってんだけど。え、これいいな。1800、あ、サイドワインだ。やっぱ覚えるな、技覚えるわ。なんか倒すのちょっともったいないなって思ってきたけど、倒す。八つ咲き、八つ咲き、アイシャで回復しよう。癒しの水でバーバラで、ショットつけんで、くちばしの方が弱いよね。むしろガードできるし。これじゃあまた次のターン全員攻撃がいけるな。800か、当たんね。クロスブレイクってかマジで当たんねんだけど。4回復して4、あ、そっか、ブラッドスパルタンを使っていきたいから、ちょっと回復しながら攻撃ができるやつがいいね。霞二段回避を許さない。アイシャも大丈夫だよね、プラズマショットが打てる。で、レイピアは当初フォークブレードの方が強いか、6だからいいね。めちゃくちゃディフレクトできる。240か、まあ、プラズマショット強い。やっぱり当たんね。回避されないとか言ってんのに生命がクロスした。ただヒットポイントはやっぱ結構高いな。ただこっちも全然壊滅的状況ってわけではないので、このまま全然押し切れるでしょう。くちばし150、お、十字切り、
あーミスるわ。プラズマショット当たるよね。クロスブレイクマジで当たんねんだけど、こんなに命中率低い。もう一ターンだな。プラズマショットもさすがに使えないから、ちょっと一回、あ、そっか、回復か、癒しの水で自分を回復しよう。118とかしょうがないよね。いやー回復率高えわ。しかし連携がくれば大丈夫なはず。火星星眼波動クロス、お、窓倒さない。やるはやるな。ちょっと1回 BP 回復だな。マッキフっていうか足んねえし、シーフそもそも。でブラッドスパルタンやって癒しの水でバーバラ回復の、ジャミルはまあフォークブレードだよね。レバーベックも大丈夫です。200くらい食らうけど全然耐えられるし。よし当たった、まあ、当たった。250か。げっやべえ、すげえミスるな。スキップとかどう、当たんねえし。やばい、これ連携決まらないと当たらない。クロスブレイクとかだってどうなの、ちょっと自分で隠しよう。アルベルト、ムーンライトヒールの方が回復量が高いから。だって霞2段回避できないって書いてあるけど普通に回避されるからね。それ考えると多分プラズマショットほぼ回避不能だから、ほぼってことは回避はされるんだよね。スプラッシュアローは全体攻撃だからね、火力が高くないんだよね。フォークブレードもまあまあまあ当たんない時があるよ。ディフェクトマジいいわ。よし来た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 。ちょっとあんまり火力出ないけどしょうがない。クロスブレイク、いやー両手体験がガチで当たんね。ベルニーソードそろそろぶっ壊れるし、このままだとなんか回避されないよ的なのないの。スイングダウンとか大きく振り回しとかさ、もう絶対絶望的なんだけど。払い抜けとか普通にダメなのかな。十字切り、骨砕き、峰打ちとかなんか当たるものがないな。ちょっとグレソに変えよう。グレソで3しか回復しないから切り返しを起点にしていこう。で攻め波動がいける。ブラッドスパルタンはまだちょっと時間かかるな。でブラッドスパルタンだいぶミスったからね、一発しか当たんなかったからね。プラズマショットだなやっぱり。回復は大丈夫だよね。フォークブレード、細剣だからマジいいわ。そうそうそう、よし連携、霞星眼ブレード、まだか。プラズマの波動くらい、いや強い強い強い。ちょっと待って、あ2発当たった。よしよしよし、さすが四天王だけあってヒットポイントは高いな。ただ負ける気は全くしない。ああ接客しなし、これがやばいけど、ディフレクトでこれディフレクトできるのおかしくね。いやいやいや食らってんだろ。アルベルトもね回復できるから、アイシャが落ちても全然まだ大丈夫。あ倒した倒した倒した、あ倒したよね。うん、まあ強くはなかった。ヒットポイントが高いっていうのはあるけど、タイニーフェザーお前の最後だ。すごい散り際がすげえ。これ全部売れよ羽、大金持ちだよ。そしたらいいね、上がるね。おお早手の靴をゲット、50ジュエルか。まあ、褒美とかはないからね、ないよね。あ戻されて終わりだ。よしこれで早手の靴手に入れたんで、これはちょっとアルベルトに装備させよう。レザーブーツから早手の靴、防御力はもちろん上がる、重量下がるんだ、さすがだな。で素早さも上がると、素早さプラス11、いいね。これで先手でサイコブラスト打ってくれればいいんだけど。あんた仕事やる気はないかい。ちょっとやばい仕事なんだけど。
それでは、やばい仕事やりましょう、大好き。それじゃあ、そこのお客さんと話してみて。水流はちょっと倒せる気がしないんだよな、さすがに。黙って俺についてきな。あれ、なんかちげえのが始まったんだけど。アサシンギルドが始まってしまった。クジャラート人が小さな部族に分かれて争っていた頃、影の支配者だったのがアサシンギルドだ。奴らはその名の通り暗殺者の集団で、力と恐怖でクジャラートの人々を支配していた。300年前、クジャラートが一つの国になった時、アサシンギルドも壊滅させられた。だが今になって奴らが復活したんだ。奴らは裏の世界も表の世界も人殺しで仕切るつもりだ。俺たちも戦っているんだが、力不足だ。強い助っ人が必要だ。そこで耳にしたのがあんたの活躍だ。あんたの腕を見込んで頼む。協力してくれ。まあいいだろう。四天王も倒したその実力見せてあげよう。協力します。ありがてえ。ここにあるものは自由に使ってくれ。頼むぜ。おお、ではいただこう。耐熱手袋。あ、でも耐熱か。イフリート戦に役立つね。技術効果の劇薬、これも使える。強戦士の薬、金とか普通に欲しいんだけどな。あ、金入ってたわ。3000円ありがたく使わせていただきます。よーし。なんかどうなんだろう、なんかすげーっていうものがなかったな。ちょっとこれもう一回パブ行けば水流のイベント出んのかな。あんた仕事、よし、再びやばい仕事。ちょっとやばい、こいつやばい仕事請け負いすぎだろ。それじゃあそこのお客さんと話してみて。こいつら報酬いくらもらってんだ。こいつらってパブの人ね。この話は大変なお方からのご依頼だ。覚悟しておけよ。そっか、ここのセリフがちょっと違ってたね。ルビは弾む。頼んだぞ。もうセケト神殿全然マップが分かんないからな。にあ、これもしやマップ。げー、こんなとこにあったのかよ。知らなかった。もうこの通りに行けばいいだけじゃん。お前にはここで死んでもらおう。で、こいつは一体だったっけ。トゥーマンの影武者。なんか普通にちょっと ET とか使いたくないんで。線では死なない。ダークライトウェイ、げやべっつえ。しかしお前もこれで BP がなくなったはずだ。この強撃陣で倒れろ。152% と、あーでも500か。技が弱いかな。ビビる相手27とか雑魚すぎだろ。あ、支援出るんだ。倒した。あれ、この宝箱なんだっけ。500円か。微妙っちゃ微妙だな。さよなら。貴様何者だ。さてはウハンジの手の者だな。邪魔をさせるな。殺せ。まずはこいつらだよね。で、トゥーマンガードは多分全体攻撃を2回くらいやれば倒せそうな気がするけど、どうだろう。まずは演武剣で横見る。さすがに400じゃ死なないよね。あ、全然いいよ。サイコブラストで倒せるわ。次も気を引き締めていきましょう。で、トゥーマンはトゥーマンでそのままぶっ倒すでしょ。
お前、これちなみにさ、いくらもらった？わしはそれ以上、わしのために働くとどうなんの？わしのために働け。いくらもらえるんだろう。まあいいや、倒す。この指輪の力、指輪も欲しいしね。早速試してみるか。で、ここは少し本気で行こう。天狗走り使おう。で、ブラッドスパルタン。プラズマショットからね、初手で打てないからね。ちょっと狙い撃ちで一回様子を見て、ここはもう大地の剣のフォークブレードで行こう。ブラッドブレード。かっこいい。1110。521か。これ単体攻撃だよね。ミスとか。指輪の力使いこなせてないな。で、切り返しでいいや。で、サイコブラストのここからなんだよな。八つ咲きで攻めていくか。5を回復するようになってんだ、いつの間にか。あ、ウォーターガン127とか弱すぎだろこいつ。まあ、ヒットポイントは高いけどね、それなりに。ちょっとこれでいけそう。もうナメプでいこう。八つ咲きにしてやんよ。八つ咲きにされた。よし、水流の指輪。ちょっとこのまま水流戦いっちゃおう。許さん、若い娘は俺がもらっていく。待て、その娘はすでに我が物だ。返して欲しければそれ相応の捧げ物をせよ。この指輪を返すよ。それではダメだ。指輪は返さん。娘ももらっていく。ちょっとどういう攻撃をしてくるかだよね。タイニーフェザーみたいに単体攻撃だけだったら楽なんだけどな。で、最初ブラッドスパルタ、まあここら辺は変わらず、狙い撃ちをしてフォークブレード。綿のひらめきランク的には四天王だから同じかな。ゲッ、危ねえ。まあ300弱は食らっちゃうけど、複数攻撃だけ気をつけよう。スパローショット、あ、結構強い。で、そうするとあのダメージ量だったらちょっとサンライトじゃなくてムーンライトヒールで回復しておいた方がいいんだよな。で、八つ咲きを中心にプラズマショットで、まあ電光石火もいいんだけどな。フォークブレードだな。600、あー、スタートショットとあんまり変わんねえな。八つのブレード。うん、これは、あ、なんかやばそう。ちょっとうっけーやばそうなんだけど。いくつちゃうつえ。相変わらずシフ当たらんな。壊滅だな。かといって全体の回復とかがないからな。切り返しでちょっと回復役はなるべく最優先で回復しておこう。ジャミル、ちょっと電光石火をレイピアプラス1で打つか。900、強い、やっぱり強いわ。50しか回復しないからね、それ。体勢を立て直せるか。ライトウェーブ、これもヤバそうだよね。てかマジでタイニーフェザーと全然違えんだけど。え、なに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 、これあれ系だったらちょっとまずいな。なんだろう、あとセルフバーニング的なやつ。ジャミルも拡散しとこう。電光石火はさすがに無理だから衝突剣でちょっとケチるか。かませる。
730、まあ当たるか。うわ大丈夫。てかさっきのやつが何だったのか全然わかんねえんだけど。もう一回攻撃。よし、高ちゃん見る。しかし、よみがえれ。アルベルトもちょっとまずいよな。ムーンライトキックも使えないわ。5回復の2プラスになるか。ブラッドスパルタン、衝突剣が2だからよし、これでいかつこう。さすがにスタンはしないね。回復薬が落ちるとちょっとまずいからな。もう一人回復の魔法を覚えさせるべきか。いや当たらん。また当たらない病になってきた。ちょっと竜火返していこう。でこれでムーンライトヒールが使えるから、ちょっとアイシャを回復させて八つ咲きにしてガードしてほしいよな。なるべくシフトを回復させよう。で6電光石火を打ちたいんで、ちょっともう一回だな。強撃にはならなかったな。まあでも連携入ってくれればアクセルターン。痛い。回復しといてよかった。これよし、リフレクトマジで助かるわ。で切り返しで貯めてムーンライトヒールもう一回だけ打てるか。アイシャを全開にしておこう。八つ咲きで癒しの水でバーバラがちょい減ってるから、これで大地の剣の電光石火を LP1 使うけど、クラワス1400強い。さすが大地の剣。で八つ咲き、八つ咲きも悪くないよな。死ぬな。でムーンライトヒルがちょっと使えないんで、一回生命波動で攻撃をしつつ八つ咲きにして、どうする、強化指のプラズマショット一回打とう。で4か、いやだったらもうちょっと高速突きで一気に溜めよう。200ソリッドリキッドキャノン188。いや何回だこれ。3回来るときついよ。収束。で、よみがえらせよう。ここはもうちょっと回復ターンだな。ムーンライトキューでまずシーフをよみがえらせて、で、八つ咲きじゃなくて、ブラッドスパルタンがもう打てる。で、アイシャはもう回復。自分を。で、もう電光石火打つ。いけ !1200。やはり視点のヒットポイントはあるね。これか、来た。死人が2人出たか。ただシフ OK、 アイシャが落ちたか。いや落ちてないな。で切り返しムーンライトとアルベルト自分回復させとかないとまずくて、ジャミルもなちょっとやっておきたいんだよな。立て直しがきつくなってきた。これライトウェーブ何、このターンは。ゲー攻撃もしてきやがった、まあ、とりあえず癒しとくでしょ。切り返しが当たんないとか。いや当たるよな。いやなんだあれがマジでわからん。クロスブレイクでいこう。でアルベルトがまたちょっと回復できなくなっちゃったから、なんか高級傷薬的なの持っとくのはありだな。でバーバラちょっと蘇らしとこう。で電光石火、もうこのパターンだな。いやなんか来た。死んだ。これ大丈夫シフ、死んだ。ちょっと攻撃回数多いよ。ここはちょっと回復薬を蘇らせておこう。ムーンライトフィールでアイシャ、ジャミルどうする。
回攻撃しとくしかないよね。だってあ倒した、すっげえギリギリ、いやなんとか倒したわ。これもう四天王は全員ぶっ倒す。これはこれでさ、藤娘ももらえるんじゃん。だってもう娘取り返したよね。いやきつかったー。おお、なんか立ててに入れた、やった。ありがとう。防備は何がいい。ここはもうマジで武器、藤娘。よっしゃ、だいぶ戦力アップになったなこれで。ご苦労だったな。5000円ももらえたし。あれ、これ5000円もらえたってことはさ、まあジュエルは200いったんで結構多くなってきたな。恐竜の卵手に入れればなんかアイスソードいけそうな気がするな。まあ、ちょっと先に藤娘を装備させよう。トビーの弓とか持ってるし、なんかここら辺売ればいけそうな気がする。よし、ちょっとジェルトン行ったらさ、そっか、あれか、帰れないんだよね、フレームタイラント倒さないと。